これですか。はあ、見てください。ね、突飛しも。いつ来ても式見が上げて、あのや。今日はね、ご住職さん不在で、まあ、奥様がいらっしゃって本堂を見せてもらえたんですよ。でね、ごめんなさい、今日はちょっと、ご住職さんに聞いてみないと無理なのでっていうことで、吉久公の木像を見させていただきました。ほんとすごかった、立派でした。でね、やっぱりそのなかなか手入れも大変で、木も朽ち果ててきて木造なんだけどね。で、刀もね、こんな長い刀、あのちょっと取れちゃったりもしてるんだけど、本当吉久構造がこの、 あの本堂の中に安置されてるんですよ。あの今度ね、また住職さんに直接お願いして、あの見せてもらえる時があったら、あのお見せしたいと思いますけど、もう感想としては本当、400年前の木造がそのまま残ってて、吉久公と、愛、まあ、見えることができたということで非常に感動してます。またね、なんとなく、まあ、照本公の、 あの話なんかで、照本もあれだったけど、やっぱり元就の時代の尼子との、せめぎ合い、皇子とのせめぎ合い、もう一回勉強したいし、動画にしたいなって改めて思うあの瞬間でした。以上です。初めね、俺なんか東京から徳山来た時、まあ田舎でいいとこだななんて思ってたけど、もう最近徳山もあれでね、さらにこっち来るともうもっといいね。でこれね、こっち側にあのよくある赤瓦ね、石州瓦っていうの、ね、皆さん、あの山口とか山陰の方はみんな瓦が赤いんですよ。あ、この道も、あ、いいね、いいね、これあの NHK 小さな旅状態だねこれ。こう街道だったような面影が、そうですね、とてもいいですな。うん、ね、これなんかね、こう昔の武家間屋敷とか、まあ、あれを思い出させるような。できっとね、徳山藩の飛び地だったから、持ってる石高なんて少ない武士たちかもしれないけども、それでも大官所を置いてここを一生懸命守っててくれたって思うと、まあ、すごく嬉しいよね。できっとね、当時は本藩の人にさ、いじめられたりしたと思うよ。なんだよ、徳山の芋侍が何言ってんだとか、俺たちを舐めてんのかみたいな。ちょっと僕だ、あ、そうか、俺はだって徳山だけどって、うん、機械だけは持ってんだみたいな、どけどけ、俺たちは本番になるぞということをやってたんだと思います。そんなことでね、今これ阿武町、これなんかね、温泉施設もあって、キャンプ場の施設もあったり、すごいらしいですよ。こんなね、あの阿武町の道の駅、あのめちゃくちゃ人気らしいです。でお魚も新鮮なお魚が売ってたりするっていうんで、ここもぜひ萩まで来たならちょっと足を伸ばしてほしいということで、今、阿武町の、道の駅来てるんだけど、見て、漁師飯とかさ、超美味しそうなの、ほら、めちゃくちゃ美味しそう。なかなかね、こういう施設を案内するとかって YouTube でやってなかったから、ちょっとやってみたいけど、ちょっと恥ずかしいよね、いろんな人見て。ということでね、阿武町のこのあれはね、お魚がすごいいいっていうんだよね。ちょっと見てみる。うわー、これ普通のお弁当ね。ちょっと取ってよ、ちょっと。ゆっくり。もしあるからすぐ行きます。いやいやいやです。電話が。あ、もう今日のはちょっと上がっちゃってるから、ちょっとさっさと買わなきゃいけないね。取ってる。こういうふうにお魚売ってるんですよ。すごいな。ちょっと、ということで、うわー、見て。カツオ？違う、マグロ。ちょっともう我慢できないので、また来週。ということでね、今道の駅、名護道の駅、
阿武町の道の駅来たんですよ。見てあんなおしゃれなカフェだとか、裏はレストランがあって、でなんと日本海温泉鹿島の湯もあるんだけど、まあ僕が伝えたいのはやっぱりね、ここ、徳山藩が推した海がここにあった。で港がこの右の方が、港だったらしいです。で利根さんが曰く、もうやはり江戸初期中期の頃には、海外の船、まあおそらくロシア船か中国の船とか、イギリスかの船とかも、来たりしてね、それを徳山藩で処理してたということで、陽光うららがね、瀬戸内海の方で濃々としてるだけの徳山藩ではなくて、やはりこっち側にもアンテナを持って、そういう処理をしてたということでね、やっぱりこっちの北側にこの要衝を持ってたっていうことに何か大きな意義があったんじゃないかなって思える、こんな日本海側めちゃくちゃ綺麗じゃない。あの弁天島みたいな弁天様がある島もそうだし、もう瀬戸内と顔が違うよね。もう波も風景も、もう向こうにいたらもう朝鮮なわけだから全然違うよね。まあすごい感動しました。今日はね、あいにく祭日ということで、町長さんもね、毛利家の子孫とお話したいなっていうことも伺ってたんで、お話したかったんだけど今日はお話しすることできませんでした。見て、でも本当この日本海の荒々しさと、この風光明媚な景色、ここをね徳山藩領としてあったっていうのは、ああなんか嬉しいなっていう、感慨もひとしおな一日でした。でね、やっぱり大井八幡宮、あのようなところにね、あれだけ大きな社殿を造営した成田家もすごいし、まあそこにね集った徳山藩民たちもすごいし、またそしてそこの前の領主が、毛利家と共についてきた尼子義久だった。で尼子義久はそこで、終焉を迎えて、そこに、回帰して、あの大覚寺が建ったということで、そこに尼子義久の墓があるということでね、本当にここ名護、阿武町は話題に尽きないし、歴史的なものもあるし、こう海も綺麗だし、キャンプ場もある、温泉もできてる、素晴らしいとこです。ぜひ一度皆さん行かれてほしいと思います。もっともっとお伝えしたいこといっぱいあるんだけど、ね、飛び地だなんて言って、なんとなく秘境の地みたいな風に思ってる、とんでもない萩の隣だし、やっぱりなぜ成田がこの土地を欲しがったのか、まあもちろん北前船とか回ってきて、こう海との交易もあっただろうし、プラス萩からも近くて、藩都というかね、藩の都との情報も近かっただろうし、そういった意味でここに出張所を作った、飛び地を作ったっていうのが本当に分かった一日でした。ということでね、最後はここ、まあ、萩、阿武町の海からお別れしたいと思います。コバルトブルーで本当に綺麗、ぜひ皆さん来てほしいと思う。お昼もね、お刺身もやっぱ美味しい、瀬戸内よりね美味しくて、しかも安い、瀬戸内海の方が高い、そして人もいい、あったかい。まあ僕はね、徳山の人だからだけど、ここに飛び地があるんだから、まあ阿武の人ともつながってたいなって思えた一日でした。はい、ということで萩市に入ってまいりました。はい、
ここなんと、田中義一の別邸なんですけど、実は先ほど、ご案内しました右田毛利さんの下屋敷だったんですね。お祭りの建物、名称の由来っていうのがですね、はい、チャンネル登録、いいねボタンを押してもらえると恐悦至極にござる。